ところであんた、リディ。何？リディ・ドラクロは私の名前。そうか。あなたは？エドだ。ファミリーネームは？はい、家族はいないからな。そう、リディ。リディ、防衛対象なんだから離れるなよ。善処するわ。護衛の意味分かってんのか？砂の丘は足を取られる。登るときは前へ進むことに集中しろ。うん。それとすり鉢状のくぼみには近づくな。ヤバい獣がいる。分かった。大金逆上がり出したらどうなるかわからなかったのか。おさんくさい連中にお金だけ取られるでしょうね。分かってるんだけど。でもエドは違うでしょ。そりゃそうだが。心配してくれたの？別に。ふーん。仕留める。続いてるの？今なら引き返せるぞ。いいえ。そうか。エドは徒歩の旅には慣れてるの？ああ。どのくらい？傭兵として波程度ってところだろ。ふん。ワースバードにも歩いてきたの？当たり前だ。何かに乗ったりは？そんな金はない。お金に困ってる？日々を生きるのに精一杯なだけだ。それを困ってるっていうのよ。あんな大金を子供投げに出すやつにはそう映るんだろうな。でもおかげでこうしてお金で雇えたんだし、私としては好都合だったわけね。なんて言い方だ。どうした？ただの石か。おい、石なんかに気を取られるな。もしかしたら貴重な石だったかもよ。だとしてもだ、護衛を置いていくやつがあるか。頼むから前に出るんじゃない。こういうことがあるからだ。来るぞ。下がってろ。援護するわ。なあ、もう好きにしろ。仕留める。そこ。俺の奥の手だ。逃がさ。そこ。大丈夫。仕留める。
そうな。片付いたわね。はあ、もうとやかくは言わん。ただ勝手な行動だけはしないでくれ。善処するわ。善処してくれ。一つ確認なんだが。何？列車を使わないのは砂漠で何かを探してるからか？いいえ、さっきのはただ光ってたから希少なものかなって。じゃあ他に何か砂漠に用があるのか？いいえ。じゃあなんであれだけの大金を持ってて列車を使わないんだ？列車にはうちの親の手が回ってるだろうから。まさか家出じゃないよな？講義では家出かもね。おい、大丈夫？何が大丈夫なんだ？戻るぞ。いや、依頼主の言うことが聞けないの。家出なんだろう。だったら戻った方がいい。世の中にはね、戻らない方がいい家っていうのもあるのよ。エドにはわからないかもしれないけど。だが家出の片棒を担ぐのは。戻るくらいなら一人で砂漠を越えるわ。その場合、護衛の代金は払えないけど。おい、さらにそうなったら私はさっきの連中みたいのに襲われるか、獣にやられるか。わかったわかった、きっちり仕事はこなしてやるよ。しかし家でなんかで砂漠を歩くか？だから講義ではって言ったでしょ。確かめたいこと、やるべきことができたから。親を振り切って家を出ただけ。どこにでもある普通の話よ。親を振り切るってのは普通じゃないだろ。それにしてもあんた、リディ、あんたじゃなくてリディ。わかったわかった、リディ、これでいいか？うん。その武器はリアクターか？ええ。なぜ帝国の武器を？帝国のじゃないわ、これは私が作ったの。だって私は天才だから。簡単に作れるんなら連邦は苦労しない。凡人には天才のことなんて理解できないのね。連邦の兵士とかには見せるなよ。そのくらいわきまえてるわ。どうだかな。エドも随分強いのね。まあな。連邦のエンブリオを使うでもなく、帝国のリアクターを使うでもなく、あなたの強さの秘密は何なのかしら？さあな。長年の傭兵家業で鍛えられたからだろう。傭兵ね。なんだ。それにしては戦争には参加しないのね。ねえ、まだウールハル村には着かないの？何言ってる、まだ半分ってところだ。そんな、これでまだ半分。
ここで休憩しよう。まだいけるわ。体調管理も仕事のうちだ。それは護衛の仕事じゃないでしょ。護衛対象に倒れられたら仕事は失敗になるからな。なるほど、そういう言い訳。そうじゃない、仕事の話だ。わかった。心配してくれるエドの言う通り、おとなしくしてる。そうしてくれ。そのまま休んでろ。すぐに済ませる。まったく、面倒な依頼主に当たっちまった。だが、放っておくわけにもいかないか。いや、ガキの心配をしてるわけじゃなく、そう、これも報酬のためだ。仕留める。せっと、そら、そこ、おら、逃がさ。問題ない。てや。仕留める。問題ない。せっと、ここだ。そら、せや。せっと、てや。仕留める。大丈夫？問題ない。もう片付いた。お疲れ様。ああ。それじゃあ、休憩もできたことだし、先を急ぎましょう。いや、今日はここで野営しよう。無理は禁物だ。そうね。わかった。あれっきり私の事情を聞いてこないけど、別に隠してるわけじゃないし、話してもいいけど。遠慮しておこう。厄介事に巻き込まれるだけだ。もう巻き込まれてるって分かってるくせに、ゴロツキに狙われそうだった私を見て見ぬふりできなかったお人よしだもの。事情を聞いたら進んで協力してくれるんじゃない？そう思いたければ勝手にしろ。またさっきみたいなのが。ああ、おい、やらせて。下がってろ。